金額が合わんと思う。給料が安い。実習生で5年が働いたの。3年来て、次2年来て、それで辞める。あんだけんできて、そんな安いの？よくみんな働くんですって。昨日もまあクレームで、まで言っとってさ、ちょっとうわ、もうまじ金払わんっていうか、まだ行かんかい、ちょっと電話がいいや。おってたら、ちょっと外なんかは分からんけど、懐中電灯でこに当てて、うわ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 。山口シーンみたいにしてもいいけど、お前山口シーンさせたらなんか2階の仕事死にそうだもんな。対話したいですよね、塗り替え道場から。あ塗り替え道場の仕事したくないですよ。なんで塗り替え道場の社員だけど塗り替え道場の仕事はしたくないです。なんで分かんな。ここから見えてるはずですが。よれい。はい、社長小島です。矢口は。矢口上だろう。はい。シート越して見えんわ。おお、綺麗に行ったらやんけ。うん。山口。お疲れ様です。お疲れ。来そうだなと思っただろ。全然思ってないです。あ、昨日クレートの話があったもんで来るかな、思わなかった。あ、全然思ってなかったです。ネタがねえんだこっちは。ほら山口。あ、今打ってちょうど鳴らしとる。珍しいなこれ。はい。この工程で来るのあんまりないんだな。あ、今ちょうど鳴らしとるんだ。ここはマシ打ち？はい、窓周りは。窓周りはマシ打ちで。あ、ね、見えとるなこれな。うん。見えるかな。うん。やってる。あ、ちょっと鳴らしてみてくれ。でも肥料は入れない。ああ、それでやるの。はい。ああ、ゴムついてんだ。あんじで自分で作ったんそれ。はい。あ、自分で作った。作ってます。これ自分で全部作ってます。もともとこういう普通の四角のこれのちっちゃいような感じ、こんな形してるやつを自分で削って、はい、作ってきて。これがガン買った時一番最初についてくるやつ。これま本当はまっすぐでなんですけど、まっすぐすぎると使いにくかったりとか。これ自分で作っとんのよ、これ。溶接っていうか、なんか熱でライターとかで。ライターで上手で。これ普通普段このオレンジのやつだよな。まっすぐのやつですね。うん。で壁面はこれそれでやって、はい、窓周りこれでやるんだ。はい。もうちょっと見せて。うまいな。今お前鳴らす作業やっとんだ。はい。ああ、であいつずっと下紙テープ貼っとんの。紙テープ貼っとん。ああ、もう貼ってる。なんで？アホでない。どういうこと？はい。貼らんでいいのあそこ。そうです。ああ、丸だもんね。貼らんでいいか。いや。どうせもうこのサイジングがボコボコしてるもんで、うん、テープ貼ってもヒゲが出るんですよ。ああ、ヒゲってピョンピョンってこういうやつな。はい、これちょっとヒゲにもないけど、これって剛毛、剛毛のヒゲだな。剛毛さんだな。ヒョヒンって、だから紙テープ取るときにヒョヒンってなるんだろう。そうです。うんうん。だからもう貼らずにそのまま潰した方が。あ、丸とかそういうところはってことな。紙テープ取ってからが勝負ってことだろ。はい、じゃあ、そういうことじゃないの。もう笑っとんまい。なるほど、お前。違うの？違うなら違うって言う。いや、わからんの、プロじゃねえんだよ。いや、もう仕事としては分かっとる。払う方が効率がいい。ああ、そういうこと。でも、あいつ一生懸命貼っとるやん。アホなんじゃあ、アホなんじゃなくて、教育しろよ、お前。何年だ、もう5年ぐらいおるから。教育しろよ、お前。一応。それで真っ赤なことで、お前、ターゲみたいにね、できるんだよ、お前。何？クエット来ない？あ、まだ話してないです。明日一緒に現場行くんで、明日。帰りに話す。どうしてもダメだった。また俺に聞いて。まあ、内容にもやって。あ、これ紙テープ貼っとるじゃん。そこはあいつがもともと。あ、ここちょっとやってみてくれ。時間ない？これだったらどうやってやるの？丸だ。丸って興味あるな。おお、一発じゃん。おい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 、お前、それでメーターいくらもらったら、お前。まあお客さんぼったくりじゃねえか、お前。もう終わりか、ほら。今の仮押さえで。あ、仮押さえして。つまとかつけたりしんの？昔の職人さんみたいに。しないで。なんかつまとかつけたら、濡らしたら滑りやすいみたいなさ。あ、つまつけたら、シールがついてこないんですよ、手に。あ、逆に？はい。あ、ダメか。なんかそういう成分かなんかよくわからんですけど。おう。なんで、なんか指で直したりする人いますけど。おう。あ、で、これで紙テープ取って。ヒゲです。あ、こうやってヒゲね。これヒゲね。何ヒゲこれ？チョビヒゲなのか？チョビヒゲです。ゴリヒゲなのか？チョビヒゲです。ブヒゲなのか？一本だけ白髪だけ生えてきちゃう。肩とか乳首とか生えてくる。なんか一本だけ、なんかアホ毛か。アホ毛とか言うよな。何これは？
アホ毛。アホ毛ですね。アホ毛の種類。なので、これ貼ってなかったらもうこのまま潰していくだけだもんで、デノスヒゲは、ほら。ああ、そっか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 。汚れちゃったけど。ああ、まあまあ、塗るでいいよな。まあ、ある程度な。塗るもんでも。ああ、そういうことか。打ったやつをこれでもう慣らしてしまえば、これ髪がないもんで、まあ、ヒゲが出る心配がない。ヒゲが出る心配がないんだ。ああ、なるほど。細かいね、作業が。絶対俺できん。そんなこと意識。ああ、まあまあ、わかる。だから、あえて僕はここと、うん、ここ縦と、縦ライン、こいつの周りだけを、貼っとったんですよ。で、残して。あ、なるほどな。さっきみたいに仕上げていけば、もうヒゲが出るもんね、潰した時に。ほんと結婚してから、なんか、普通になったら、人間になったら、お前人間になりたいって言っとったけど、なれたじゃん。ハッピーエンドで終わったね。酒も飲んでるんだよな。目の色が全然違う肌になるから、はい、うん。ちょっと、過去の動画とか、ちょ、目近づけて。違うんだけど、この目でしょ。ちょっと、過去の動画と、いろいろ、もう聞いなかったもんな。昨日もまあクレームで、まで行っとってさ、はい、まあ喋っとったけどお客さんと、ちょっとそれはお客さんも気違いだもんね。ちょっとうわもうめて金払わんっていうか無視されたんだうちの人間が、はい、連絡も取れんし、まあ駅金も全然入れてね、着工金ってうち足場かかったら 30% からもらうから、それも入れて、だってもう腹から払うつもりなかったのか、はい、それもわからんし、ほんで半年ぐらいもう1年ぐらい揉めとるんじゃなくて連絡も出んで、それ社員もダメだろうって、まあ、いかんかいって言って、今まで行っていいやと。はい。だから、折ってってか、ちょっと外なんか分からんけど、行っていいかどうか分からんけど、懐中電灯でこれ当てて、手に懐中電灯持って、家の中、まあ、グローブしちゃったって。行ったら。昼間っすよね。夜です。夜の7時半過ぎだ。まあ、究極さ、揉めた内容は、まあ、こうなんだ。まあ、確かに塗料のさ、裏とかにさ、書いてあるじゃん。雨が降ったら3日間あげてくださいとか。はい、そんなこと言ったら工事終わらへんやん。でそれで幕圧じゃなくて密着テストしろと、はい、ラボかなんかでやれって言って、でそういう人もなんか検査員かなんかなので、なんかそっち系の検査員とかなんだわ、はい、だからもうそういうめちゃくちゃ細かい数字とか見とんだわ、ラボで検査しろって、いやラボで検査するってその壁持ってかなかじゃあ誰か壁持って同条件、いや同条件っていうのが作れないじゃないですかって、でもそんなもん濡れとったら職人も濡らんし、もちろん、あしけっとんなちょっと良くないなと思ったら塗るわけないじゃん。いただきます。錆で締めていくんですよ。ちょうどいいや、ちょっとここ立って、はい、ここ立って、ここ、うん、こうやってやって、あカメラマンにやる、こうやってやったらカメラマンいないやそうだな、鏡の前でやれや、カメラマンいらんのだな、いらないっすね、経費浮くがや、月25万30万ん、毎回鏡のやつなんですけど、いただきます。はい、どうぞ。鏡持って歩きゃいいんだよ、これなあで、ちっちゃいで鏡でもこうやって映しときゃ、まあまあこれだってカメラこんだけやりゃ、ちっちゃいカメラでもまあまあいけるぞ、はい、めちゃくちゃ頭いいこと考えてますかもしれんな、ただこの手を隠したいけどな。なあ、でスタンドかなんか立てて、あ、なんかここにもう鏡をくっつけないな、この角度を変えたら鏡で映る感じにしてピッてやれんちゃうか。はい。そうだったら最初からカメラ3立てる。確かに。確かに、確かに。まあ確かにそっちの方が楽だわ。はい、山口くん。はい。久々ですね。まあ今日来た内容はまあ別に何ってない。まあ動画にするような内容じゃないんかな。ないけど。まあクエットが辞めるわけじゃないな。実習生で5年が働いたの。いや、ああ、そうですね。3年来て、次2年来て。うん。で、それで辞める。辞めるっていうのは実習生だから、まあ、終わりなんだよな。一応、形的には終わりです。そうそう。で、これさ、俺、何って、じゃあ、マイナスとかプラスとか、お前、そんなあれだとか、じゃなくて。じゃただ、今、シーリング、塗装、足場っていうのは、まあ、職種によってなんですけど、その、特定技能っていうのに切り替えれるんだよな。はい。で、特定技能の条件っていうのは、まあ、日本で5年以上滞在したか、3年以上かな ?3 年以上滞在したかなんかで、ね、か、なんか1級のあれ持っとるとか、なんか、それか、まあ実質特定技能って、まあもともとあったんだよな。パソコンとかそっち系とか多分。特定技能に変わるっていうきっかけで、大体みんな希望するんだよ。あいつはもう。あいつはもう特定技能。特定技能になっとるな。で、そのクエットが、まあ、何金額が合わんって言ったの。給料が安い。お前の知り合いのところに行くって言ったの。一応。元請け？あ、違う。同じ仕入れ屋さんです。あ、横つながり？はい。給料が安い。だけど特定技能になったら上がるんじゃないの？
上がってもどうなんですか、僕らからしたら。いや、それはお前と同じなんじゃないか。いやいや、日本人からしたらあんだけんできて。あ、そういうこと。いくらだもんで。あいついくらなの？一日？もうちょっと考えてないんじゃないのじゃ。足場で。一日？6年目？そんな安くないよ。いや、昨日社長と電話切ったっつって電話して、今いくらなのって聞いて。うん。1日？いや、そんな安くないよ。そんな安いの？よくみんな働くねっつって。それはやめてくるわ、と思って。お前それ調べてから言えよ、じゃあ。そう、シューガーのことになるで、1ヶ月で、で、うん、で、そっから、いろいろ聞かれて。この俺の顔見ろ。これ動画で使えるから、みたいな。いろいろ聞かれて、多分手の特定技能？まあ、確かに仕事はめっちゃできるもんで、うん、日本人だったら、まあ、1、3、1、4だろうな、ぐらいに思っとった。ただ免許がないわけな。そうです。それがやっぱ考慮しないもんで、1、3か1、4かな。いくらもないよ、ちょっとな、あいつ。まあ、それも話せよ。まあ、そうなもんだ。もう、めったにない、うちが一生懸命育ったやつで、まあ、よそのために育てたのちゃうもんね、お前。なるほど。それはほったらかししたらなんだろう、お前も、これは。あ、なんでお前俺ら電話してから動いてんじゃん、たわけ。おいこらだろ、はい、それもお前の仕事だよ。作業するだけじゃん。これまたコメント欄荒れるけど、いや、こいつもう任して、あれだな、もう数字目標決めたんだよな。はい。前年対比超えろって言ってたんだよな。うん、まあ、それがもうお前の所得になるわけだろ。山口シーンみたいにしてもいいけど、お前に山口シーンさせたらなんか2回の仕事死にそうだもんな。俺、だろう。やらんだろう。安いでやらんって言うだろ。安いでとかじゃなくて、対話したいですよね、塗り替え道場から。塗り替え道場の仕事したくないですよ。なんで塗り替え道場の社員だけど塗り替え道場の仕事したくないです。なんで営業が、なんで営業が、なんかあんま協力的じゃないです。人による。お客さん、他のお客さんだったら協力的だ。会社さんの方が。だったらもう完全に僕に振ってくるもの、僕に来るじゃないですか。会社の仕事って気づいたら外部に振ってることが多々あるんで。それはなんで知らないです。それお前がやれんって言うんだろ。言ってないです。話せよ、お前ら。かわいくもそうだもんな。なんかお前らってさ、お釜だよな、ほんとな。なんかぐち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 俺に言って。いや。親にだけ言って。いや、兄弟で喧嘩もしない奴らみたいな。まあ、わからんだろ。お前がわかっとることわからんだろ、相手は。わからんす。で、営業のこともわからんない。全部はね、会話しながらだろって。会社の工程はあるじゃないですか。知らん、そんなもん。こうやって、シュガーいいや、その細かい話はどうでもいいんだけど、話しない。あ、まあ、視聴者は気になるか。いや、聞いたら、じゃあもうちょっと、会社の工程があって、うん。会社の誰、もう俺、あの、営業の方だろ。営業はそれを見れるじゃないですか。うんうん。別に僕の頭の中で違う工程があるもんで、多分その工程を誰も分かってないもんで。ああ、そうだろ。お前が悪いやん、お前。酒飲みながら、シュガーなんか喋っとんだって。お前営業が協力的じゃない。おめえが協力しんから協力してもらえんの。そうだろ、人は。左の方を払うから。現場が詰まっとるもんで、あ、ここでちょっと早めに終わらそうかなと思って、人間こっちにバーンとぶち込んで。そうそう、わかるよ。終わらせようと考えとったら、この現場が、血がまに消えとるんですよ。いや、それわかるよ。だってそれだったら、お前がある程度下請け抱えて、2階の仕事のじゃあ、全部が全部はちょっとよそ頼むでやってくれ、聞いてくれんじゃないけど、自分の内側に入れなかんわ。ある程度自分たちだけの仕事カツカツでやっとると、暇な時で忙しい時あるもん。やっぱ応援入れながら、ちょっと忙しくしといて、人入れた方が、楽じゃん。で、本当の暇な時が自分たち目いっぱいぐらいの方が、お金の子なんじゃん。結局暇な時って。もうじゃあまあいいぞって今日、2日かけてここやりゃいいやとか言って2人で終わるところ4人5人かけとったら終わらもうすぐ赤字じゃん、はい、だからそういうふうにするかだよね。だからそれはしなあかんじゃん。その分逆に僕は応援に行ってますね、要するに。ああそうそう、ね、もうこれ暇になるものを先に声かけとこうと思って。そうそう、だけど外流れてっちゃうんだろ。2階の仕事が、2階の仕事お前らがやれるかもしれないって言ってたの。やれるかもしれんけど、別になくなったらなくなったら別にやることはいっぱいあるんで、僕ら応援先も何個かあるんで。どっちなんだってお前、あんなやれんとかやれるとかシュガーなことだ。あ、そうそう。で、特定技能とか実施、特定技能ってどこでもいけるんだよな。あ、もう自分で好きな時にもう、うん、ちょっと俺これ今日聞くわ。でそれまた持って入れ話、俺のところ俺も今日中に必ず車乗ったら聞くわ。了解。
いい話になったわな、今日。クレームの話もしたし、いい話いっぱいしたな。クレームの話も上でしたしな。まあまあ、俺は間違ってないと思っておいたな、そのクレームに関しては。うちの社員もメールも全部見たけど、パーッとサラサラっと、はい、しっくり対応してるし、きちえみたいなこと言ってきてるもんね。まあでもその気持ちもわかるんだわ。はい、もうだけど病気だよね、そのお前言ったら。すんごい気になる人おるじゃん。はい、こういう手すりでも、このタバコでもそうじゃん。なんかもうちょっと気になったらずっとそれが気になるみたいな。もうおるだろ。はい、そのあれひげ一本でも、いやもうでも金払わんとか言い出すやつおるじゃん。絶対こうなりますよって説明しとっても、そうそうそう。あと、後々。そうそう。iPhone 買っとるんじゃないでな。新品買っとるわけじゃない。回収工事だから。そ新品のようにはならんよしょって。新築の時もちょっとひげがピャピャピャンで。あるよな、新築でもな。なんでその時気にしんかったら今気にするんだろうみたいな。ああ、そうだよな。あそうだよな。確かに、確かにそうだよな。これちょっと透けて見えるんですけど、この前のシールですよって説明しても、前はこんなになってなかったとか言って。ああ、だからもう綺麗になるで気になっちゃうんだろうな。もうそういう時もなんか、病気だったよな。たまるような何年に一人おるじゃん。一人おるじゃない。ずっと捕まえながら、ね、もう最初からもう無視して、金払わんつもりクリアするじゃん。ああ。喋ってものらりくらりのらりくらりして、こっちが諦めると思ってるから、もうそういうやつはもうとっとに言ってるけど、絶対言ってそれもうなんか、ごちゃごちゃ言ったら、払わないでいいと思ってるよね、つゆりさんからさ。はい。いや、視聴者の皆さん、今日は鏡の国からお送りいたしました。皆さん、また、鏡の国に遊びに来てください。よろしくお願いします。せーの。また見てー。受けましておめでとうございます。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。